山崎豊から1912年は幕末から明治時代の実業家。天保2年11月18日、武蔵区に川越に生まれる。聖火は川越で歌詞賞を営む山崎家で、初代の山崎歌詞地が新州中野から川越に出て、天命3年に和菓子店、亀屋を創業、以来、武蔵区に川越藩の御用達となった。山崎家は代々、 貸岸地を襲名、豊はその四代目で亀屋を江戸風の洗練された和菓子商店に変革。川越名物、亀の最中など亀屋中高の祖と言われる。慶応3年には川越藩の御用商人となり藩の財政にも関与。明治以降は川越の経済活動の中心的人物の一人。明治11年に開業した第85。 国立銀行の設立発起人の一人となり、明治25年には東取に就任。第85国立銀行は、明治31年には民営化され、第85銀行となる。さらに、明治29年には、川越貯蓄銀行を創設、両校の東取に就任した。また、明治33年には、埼玉県で最初の川越商業会議所を発足させ、 初代回答ともなった。大正7年の時点で、資本金100万円という資本力を誇った第85、銀行は豊かな財力、経営手腕に多くを追っていた。産業功労者に表彰される。教育面では志義学校の創設に尽力、ガダカラ会の幹事として芸術家を講演した。特に川越藩士だった橋本が報とは交流があり、 画法を経済的に支援。豊かは画法や菊池要塞、河合曲道の作品を収集。それらは豊かの生誕150周年を記念して昭和57年11月3日に開館した山崎美術館で見ることができる。明治45年2月27日死去。82歳。ありがとうございます。